内装リペア特集。なんだそりゃ。はい、お二人はですね、まあ、車のシートとか内装とかどんなこだわり持ってらっしゃいますか？オリジナルを俺は割と復刻版で作ってる。なるほどなるほど。テリーさんは？僕は古い車多いじゃないですか、うん、今現在も古い車いっぱい乗ってるんで、中がやっぱベタベタになったりね、そうね、そのシートが、割れたりしてるんで、ちょっとそれをねすごく聞きたいんですよ ね、昔の車どうしてもね劣化してくるじゃないですか。金かかるんだよ、ね、本当に金かかるな。なので、そういったところのリペアをですね今日は深掘りしていきたいと思います。ダイソーリペアに関してぴったりなゲストを今日お呼びしております。株式会社マキタクラフト代表取締役の牧田さんです。よろしくお願いします。牧田クラフトさんってどういった会社なんですか？うちの父親が1950年ぐらいに始めた会社で、まあ、僕は2代目なんですけれども、はい、まあ、親父の時代は戦後間もないということもあって車の修理業が主だったんですね。最近では一般のお客さんのそういう、まあ、テリーさんのような車の古い車の好きな方の内装のレストランみたいな形で、まあ、内装に特化した会社ですね。内装はやっぱね、旧車は絶対やんないとね、もうどんどんボロになっていくから、手間も結構かかるんで、手仕事でやらなくちゃならないから、やっぱりコストもそれなりにはかかってしまうというのがありますね。今土屋さんが言ったみたいにね、あのウッドパネルとか結構大変じゃないですか、で古い車って基本にもうパーツがないですよね。でそういうの例えばイギリス車とか、まあ、フランス車なんかも一から作るんですか？基本的にはものがあのだいぶ傷んでても残っていればそれを元にして再生するリペアしたり、リペアしたりとか、あとやっぱり車の内装というと座席が結構な大きなウエイトを占めるんですけれども、まあ、座席の内部のスポンジなんかもですね、まあ、40、50年経つと加水分解してもうぐちゃぐちゃになっちゃうんで、そういうのはまあ削り直して作り直したりします。だってシートのあのスポンジなんかさ、ホコリみたいになるよね。そうですね、本当に本当ね、加水分解しちゃってね。そう今までどのくらいのこの車の内装修理を行われてきたんですかね？70年近くやってるんで、まあ台数ではちょっと正確に分かんないですけどまあ何千台っていう単位だとは思うんですけど、ちょっといろいろ見てみたいですよね。なんかこう印象的だったものをね、ちょっと今日は4つご紹介いただこうと思うんですが、早速1つ目いきたいと思います。これ印象的なんですか？そうですね、普通車の内装のレストアというとやっぱり、まあ、例えばフェラーリであったりとかベンツであったりとか、まあ、欧州車が比較的多いんですけれども、この車はやっぱりこのオーナーの方はこの車にすごい愛情を持ってまして、それでこれも単なる張り替えではなくて、いろいろパーツをオーナーさんが持ち込んでですね、それをまあリペアしたりクリーニングしたりしながら組み上げたと。でもこれも40年前の程度のいい車両から外したのを、まあさらにクリーニングとかリペアして張り替えてあるんですね。だからむしろあの張り替えよりかも手間がかかってる。これさ、車より高いよね。そうですね、リペアの方が。ねえ、あれですか、あの自分で生地を持ち込んで、好きな生地を持ち込んでこれでお願いしますともできるんですか？それもできますね。わあ、だから室内全部ってことですよね？そうですね、天井、ドア、シート、ドア、カーペット、内張り、あとイン、まあ、ダッシュボードですね。はい、まあ、でもいいよね、大体全部ですね。センスいいよね。これで全部でいくらぐらいなんですか？これでね、多分ね、まあ、90万ぐらいだと思いますね。90万、よっぽど好きなんだろうね。まあね、ファンがいますからね、3番もね。続いての車行きたいと思います。続いてスズキラバンですね。ね、かわいいウサギちゃんのね、ラバンですけど、これがオリジナルの状態で、これをまあこういう、まあこれもやっぱりすごいラバンが好きで、まあもっと乗り続けたいということで。革ですか、これ？これはビニールレザーですね。お客様の意向でレトロ風の内装に仕上げたいということで、それでまあパターンなんかもちょっと変えてですね、縫いを足したりとかして、
それで、まあ、ドアの内張りシート仕上げたっていう感じですね、はい、でまあ、なかなかまとまりとしては、はあ、まあ、レトロ風に綺麗にできたかなと思ってるんですけど、これはじゃあさっきのスバルサンバーと比べてそこまでは全部はやってない。そうですね、はい、これはじゃあシートの張り替えだけってことですか。あとドアの内張りもやってますね、部分的にね。まあ一緒の柄にしてますもんね。そうですね、そうですね。これでおいくらなんですか。これで多分40万ぐらいだと思います。いくら40万ぐらいだって。綺麗だねシートね。ねえ、ほんと、まあ、クラシカルっていうね、そのテイストがうまく出てるかなって感じですよね、まあ、こういうふうに張り替えれば、まあ、これからまた5年10年乗れますからね。そうですよね。これ比較的新しい車でしたけど、これが印象的だった理由ってどういったポイントなんですか、はい、うん、まあ、うちは特に K に特化してるってわけじゃないんですけど、たまたま K なんですけれども、まあ、そんなにオリジナルにこだわることなく、自分の趣味、お客さんの趣味が上手に反映されたかなと思ってるんでしょうかね。面白いよね、うん、まあ、好きな人にとってはね、これ50万は安いよね、はい、お気に入りの、ね、空間ですよね。じゃあ続いての車なんですが、続いては日産ダットサンフェアレディですね。これはやりたくなるよね、はい、これだってもうシートから内張りからボロボロだもんね。4,50 年経つと、まあ、この中身開けてみるとこんな状態になっちゃうんですよね、はい、でこれはスポンジ座面のスポンジなんですけども、原型をとどめずにぐちゃぐちゃという感じなんですよね、うん、うわ、じゃあこのシートのリペア、これは寄りかかりの方ですかね、はい、こんなになっちゃうんだね。でこれをまあちょっといろいろ写真とか、さすがに図面はないんで、うん、写真とか見ながら座面を、削り出して再生したところですね。え、これスポンジを削り出してこの形に成形するんですか。はい、そうですね。はあ、すげえなこれ。手作りでこれ、うん、シート一脚でどのくらいかかるわけですかね、日にちは。ね、まあ、職人一人付きっきりで。まあ、まあ2週間弱ぐらいかな。1脚で2週間、まあ1脚、うん、まあそうね。ということで1ヶ月ぐらい預けるってことですか。まあそうですね、3、4週間ぐらいは預かりますかね、やっぱりね。あんまり、このフェアレディ Z はシートだけ、うん、これはシートだけでしたね。このシート2座席じゃないですか。はいはい。これ2つでいくらぐらいなんですか。これで多分30万ちょっとだったと思いますけどね。それ安いよね、やった方がいいよね、うん、これは安い。いーシートはなんか、ね、体が触れるところだけにやりたいですよね。多分こういうのって僕もフリックの乗ってるか分かるんですけど、うん、前の方の運転の方の癖があるから、うん、こんななって運転する人は右側だけへたるとか、まっすぐにならないんだよね。多分そういうのもあるし。じゃあシート変えただけで全然気分良くなる。いや、そうですよね。ただでもこれだったら、うん、内張りもやりたいよね。やりたいね。確かに。でももっとやったやつもあるんですよね。そうですね、はい、まあ、最近やったのだと、まあ、フェラーリのディーノとかね、あ、まあ、そういうのもやりますけれども、はい、ディーノなんかシート破けてますよね。そうです ね、 ね、うん、これ内張りを込みにやるといくらぐらいですか。 Z で、 Z で内張り、まあ大体2シーターで内張りも全部、まあ、その傷み具合にもよるんですけれども、まあやっぱり6、70万ぐらいはかかるんじゃないかなと思います、ね、うん、まあしょうがないよ、ね、まあ、まあ、もう今もこの車はさ400万、500万するからね。そうですね。確かに。これが印象的だった理由はどんなところなんですか。まあ、ここまで中のパッドが原型をとどめないのも珍しいなっていうところでちょっと印象に残ってますね。なるほど、そういうこと。こんなになっちゃうからね。僕の乗ってた通信簿もこんな感じでしたよ。うわ、乗ったらブラララって出てきて。あ、そうなんだ。だからまあこういうのはあるよね。ね、皆様は車を愛してるからさ、うん、こういうところでさ、まあ、高いけども、うん、ね、座ってね、やっぱ気持ちいい方がいいから。いや、それは分かるな。これは分かる。気分いいよね、シート買っただけで、ね、本当です。そして最後の印象的な依頼ということなんですが、はい、こちらは86ですね、トレノ。これはどんな依頼だったんですか。はい、これはやっぱり内装全体、まあ、レストアというか張り替えしてもらいたいということで、うん、まあ、これも
オリジナルとは全く同じではないんですけれども、うん、はい、オリジナルの雰囲気を残しながら、これかわいい、まあ、綺麗にまとめてほしいということで、かわいい、うん、でこちらの車もいろいろやっぱり部品、樹脂部品が欠損してたりとか割れていたりとかいろいろあったんですけれども、そういうところもリペアしながら、まあまあ綺麗にまとめたっていうところでしょうかね。これダッシュボードなんかどうやって作るんですか？割れちゃってるやつなんか。割れてるところは割れてるところをリペアするっていうことですね。まあ簡単に言うと、少しダメになってるところを削り取ってパテで造形して、まあ綺麗に塗装するっていう形です。今多いですよね、古い車はやっぱりダッシュボードが。86は割とね、やっぱり 安い車だから、うん、割れちゃう。もうダッシュボードみんな割れてんだよね、ひび割れて、うん、だからもうそっくり俺は張り替えよりも外しちゃって新しいのくっつけてる、うん、あ、なるほど。でこの86の場合はじゃあ室内は全部新車みたいなもんですよね。そうですね、ほぼ出来上がった時はまあ新車に近い状態だと思います、ね、ドア開けたら新車の86なんだよね。でこれで全部でいくらなんですか？これがまあ多分90万とかそのぐらいだったと思うんです。まあ100万だね。ああ、いやだけどさ、ドア開けたら新車になってんだからいいよね、うん、まあ確かに。やっぱ中が綺麗なのは本当いいですよね。いい、もう室内でね、がっくり来る車多いんだよ、ですよね、旧車は。これはいいよ、これはね、長く乗りたくなる。確かに。これの印象的な1台として挙げられた理由は何なんですか？まあ86という人気車種だし、やっぱりお客様の意向を反映できて綺麗に仕上がったというところで印象に残っております。なるほど、はあ、お客さんはどういうお客さんが多いんですか？いや、いろいろ、職業はいろいろですね。会社の社長さんもいらっしゃいますし。どんな車を持ってくん？国産車と外国の車は最近ね、まあ、ここにも出したようにやっぱりね、国産車の旧車がここ2、3年すごい多いですね。まあ10年ぐらい前はやっぱり欧州車、ポルシェ、BMW、ベンツあたりがとても多かったですけれども、最近は国産車をレストアしたいっていう人がすごい多い。中古車買取ホット、車買取専門店。高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分。中古車買取本舗で検索。へえ。この肩の部分とか擦れて切れちゃうんだよね。そうですね。ね。はあ。職人さん若いですね。でも彼ね、まあ50歳ぐらいですよ。あ、まあ、最近の人はみんな若く見えますから、うん、見えますね。この張り替えも手間暇かかるよね。結構お客さん今混んでるんですか？今現在はそうでもないです。やっぱりちょっと、まあ、波があるって言いますかね、うん、例えば今お願いすると、はい、あのどれぐらいで戻ってくるんですか？まあでも受けてからはだいたい3、4週間では上げるようにはしてるんですよ。あんまり長くは引きずらないようにはしてるんですけど、でもその間ね、車乗れないわけだからね。確かに。わあ、すごい。型紙から切り出して縫製して。なるほどね。このセブンのシートの張り替えは2脚ですか？そうですね。へえ、すげえ。これ素材はやっぱ同じもの使うんですか？似た感じのものですけれども、うん、あの同じものではなかったですね、うん、今回は。なるほどね、うん、まあ、でも楽しい ね、 いや、楽しいっていうかね、うん、気分いいよね。いい、やっぱこう新しくなるって、うん、それはいいですよ。いいね、やっぱ、うん、なんかほらやっぱりね、なんかこうやって自分のね車だって意識が
強くなるし、あとやっぱこういう内装をきれいにすると運転もなんか大切に乗るじゃないですか。確かに、まあ、そういう意味で言うとすごくなんか、いや室内は重要、いいよね、うん、室内重要、掃除もするし、まあ、今回はね、そんな感じで内装リペアを深掘りしてきましたが、はい、もう2人ともね絶賛ですよ。いいですよ、うん、いや僕もやってますからね室内は、うん、もう天井からドアからもうシートから全部張り替えてますからね、ダッシュボードまで。僕はあのヒョウ柄にしてました。ヒョウ柄、ヒョウ柄なんか歌舞伎町の姉ちゃんみたいだね。いやあのちょっとあのアメリカの車だったんで。ああそっか、テリーさんは似合いそうですね。そういうのもういろいろやりましたよ。 あとガルウィングのセラー乗ってた時は、うん、あの ガラスで見えるでしょ、はい、だから外装と内装一緒にして、おしゃれおしゃれ、ボディが黄色だったんで、うん、中もあの黄色のシートに張り替えたり、うん、ああおしゃれだ、それはおしゃれ。ね、やっぱり中が ねリフレッシュされるとまた気分も変わりますんで、うんうん、何かあった時は社長よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売買取ならアヘッド。改造車買取専門店、改造車買取本舗。高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分。改造車買取本舗で検索。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。